夏葉さんの中学校時代の同級生に土井くんという男子がいた。土井くんの家は両親と彼、4歳下の弟の4人家族で、特に何の不自由もなく過ごしていた。父親は工務店を営んでおり、当時は景気も良く、はためから見ても裕福な生活をしていた。当時中学生だった夏葉さんたちは、放課後になると仲の良い友人の家に集まっては、他愛もないおしゃべりをするのが習慣だった。ある日、友人3人で土井くんの家に押しかけて、いつものように4人でおしゃべりをしていると、土井くんの母親が飲み物とお菓子をお盆に乗せて部屋へ入ってきた。彼らがお礼を言おうとすると、彼女は突然大声を上げた。あんたたちはそんなことしているからろくな人間にならないのよ。あんたたちには悪魔がついているのよ。もううちの子と遊ばないで。と罵声を浴びせかけられた3人がポカーンとしていると、土井くんが慌てたように声を荒らげた。うるせえんだ、早く出て行けよ。彼は母親を部屋から追い出した。今のは何だったのだろう。何とも言えない空気に3人が戸惑っていると、土井くんが頭を下げた。ごめんな、うちのお袋おかしくなっちゃってて。彼はそう切り出すと、今までの経緯を話した。感情を込めない淡々とした口調に、今までの彼の苦労を感じ取ることができた。ある日突然、母親が家族の反対を押し切って新興宗教へ入信したのがきっかけだったという。信仰にのめり込んだ結果、家事もおろそかになっていき、次第に言動も正常とは言い難いものになった。しかもそれは次第にエスカレートしていった。奇妙なお札や周囲から見たらガラクタとしか思えない品々に際限なくお金を注ぎ込む。家族の大切にしているものを次々に捨てる。やめるように注意すると、悪魔がついているものだから捨てるのだ。家族の幸せのためなのだからなぜ止めようとするのだと泣き叫ぶ。元の母親に戻ってほしいと信仰を捨てるように何度も説得したが、その度にヒステリックに暴れることもあり、家族との仲たがいも絶えなくなった。そんなある日、土井くんの父親が腎臓病で倒れて入院した。母親はこの病気は医者では治らないと、病室にお札をはじめとして様々なものを持ち込み、毎日のように大声で意味不明な呪文を唱えていたという。病院からも苦情を言われ、見かねた土井くんが母親の病室への出入りを阻止するほどだった。その結果、母親には何を言っても話が通じないことが分かったのだという。彼の家の壮絶な日々はもう3年以上続いているとのことだった。ごめんな、嫌な思いさせて。繰り返し謝る。いいよいいよ、別に土井のせいじゃないじゃないか。そう言いながらも、夏葉さんたちの足は自然と土井くんの家へは向かわなくなった。彼らは高校、大学、社会人になり、それぞれの道を歩みながらも4人の友人関係は途切れることなく続いていた。そんなある日、土井くんから彼の父親が現場で不慮の死を遂げたとの連絡があった。葬儀には土井くんのもとに3人の友人全員が集まった。今までも1人2人で会うことはあったが、4人が揃うのは成人式以来だった。土井くんが葬儀の合間に打ち明け話を始めた。親父が死ぬ前に少しだけ話せたんだけどさ。
まだ彼の母親がおかしくなるよりも前に、取引先の社長から海外旅行のお土産にと、民族工芸品のお面の壁飾りをもらったのだという。当時はまだ海外の民族工芸品はお土産としても珍しかった。そのデザインは、人のような動物のような、どちらとも取れるような顔つきをしていた。もしかしたら動物の精霊のような意味合いがあったのかもしれない。しかし、お土産をくれた社長とはその後急に疎遠になり、結局一体どこの国のお土産なのかも聞けなかった。その面飾りは今も土井家のリビングに飾られている。だが一人でリビングにいると、面飾りの色が変わったり、ブツブツとつぶやくような声が聞こえてくるようになったという。気味が悪いから捨てようとしたが、その頃やけに景気が良くなり、もしかしたら飾り物のおかげかもしれないと思って、そのまま置いてあるとのことだった。それで親父の最後の言葉がさ、やっぱり俺が間違ってた、すぐにあれを処分してくれって言うんだ。家族のこととか会社のことじゃなくて、お土産のお面のことを最後に伝えるってちょっとどうなのかなって思ってさ。俺も怖いから、総理関係が一段落したらみんなで家に来てくれないか。こんなの頼めるのなんてお前たちしかいないんだよ。その葬儀から半年経った。もうそろそろ落ち着いた頃だろうということで、土井くんを励ますためにみんなで彼の家に集合する日程を決めた。三人で土井くんの家を訪れると、こっちに上がってくれとリビングに案内された。そういえば、いつも2階の彼の部屋に直接通されていたので、リビングに入ったのは初めてだった。以前聞いたように、面飾りはソファーの上の壁にかけられていた。緩やかに湾曲した茶色い木に、曲線や直線で絵の彫られたシンプルなものだった。刻まれているのは抽象的なデザインで、もはや人とも動物とも取れなくなった顔だ。その面飾りを見た直後から、夏葉さんはひどい頭痛と吐き気に襲われた。皆でこれをどうするべきかと話をしていると、今まで飴色をしていた木の色が徐々に変わっていく。これ、最初と色が違わないか？最初はこのフローリングと同じような色だったよな。床はウォールナット材のフローリングの赤みがかった茶色だ。もともとそのような色だったのは夏葉さんも確認している。しかし4人の見ている間に次第に色が変わり、最終的にはドス黒い赤になった。土井、これ大丈夫なのか？このお面、何か起こったりしてないよな？集まった面々は口々にお面が起こっているんじゃないか、自分たちにも何か嫌なことが起こるのではないかと不安を漏らし始めた。結局誰一人手を出すことができなくなり、土井君自身が壁から外してテーブルの上に置いた。するとそこへ土井君の母親が飛び込んできた。あんたたち何してるの？それに触ったらみんな死ぬのよ。彼女はそれを両手で持ち上げると、何かを唱えるようにブツブツとつぶやき始めた。一体彼女が何をつぶやいているのか、夏葉さんには全く理解できなかった。そもそも日本語ではないように聞こえる。さらに言えば、以前に耳にしたことのあるような仏教や密教のお経でもない、得体の知れない言葉だった。全員がどうしていいか分からずに、ただ立ちすくむだけだった。すると土井くんの母親は突然くるりときびすを返して、
それを抱えたまま階段を駆け上がっていった。一体何をするつもりなのか。シブル土井君に母親のことを確認しに行くべきではないかと説得していると、突然中庭から米俵のような重いものが地面に当たったような鈍い音が聞こえた。慌てて音の聞こえた側の掃き出し窓を開けて様子を見ると、土井くんの母親が仰向けになって倒れていた。夏葉さんたちは彼女が突然2階から飛び降りたということは理解したものの、何をすればいいのか戸惑うばかりだった。とにかく救急車を呼び、住所と状況を伝えるだけ伝えて、救急隊の到着を待つことにした。待っている間に土井くんがぽつりと小さな声でつぶやいた。このまま死ねばいいのに。その言葉を聞いた夏葉さんは驚きと怒りで思わず土井くんの頬を平手で張った。なんてこと言ってんの、お母さんでしょ。庭先に横たわった彼の母親に目を向けると、先ほどまでは顔を隠していなかったはずなのに、今は顔の上に面飾りが乗っている。しかも宣告まではどす黒い赤だったものが鮮明な赤に変わっていた。これは鮮血の色だ。あの面今赤いよね、見間違いじゃないよね。真っ赤だ。これどういう仕掛けになってんだよ。みんなの頭の中は明らかにパニックに陥っていた。しかし救急車が来るまでは逃げ帰ることもできない。土井くんを放って帰るのも悪いという気持ちがあった。そう思って手持ち無沙汰にしていると、土井くんが母親の顔から真っ赤な面飾りを取り上げ、再びリビングの壁にかけた。もう誰も一言も言葉を発する者はいなかった。まもなく救急車が到着し、一連の説明を終えると、土井くんは救急車に一緒に乗って病院に向かった。夏葉さんたちはひとまず帰路に着いた。その晩、土井くんから電話があり、幸いなことに軽症で、母親は2週間ほどで退院できるとのことだった。あんなことがあった後で聞くのもあれなんだけどさ、それであのお面はどうするつもりなの？夏葉さんの問いへの返事は、面飾りは捨てないというものだった。衝撃的な体験をしてしまったことで、夏葉さんたちは土井くんと距離を置くことにした。しかしそれから1年ほど経ったある日、土井くんから夏葉さんのもとに会って話したいことがあると電話があった。それから数日後、夏葉さんはファミレスで土井くんに会った。現れた彼は驚くほどやつれていて、とても疲れた様子に見えた。話を聞くと、あれから彼の家では様々なことが起こり、最終的にあの面飾りは捨てたとのことだった。しかし、捨てた途端に家業が傾き始め、持っていた家も敷地も手放し、今は狭いマンションの一室で細々と仕事をしているとのこと。母親が痴呆症になり、毎日が大変なこと。やはりあれは捨ててはいけなかったのではないかと後悔していること。そんな取り留めのない話を聞いていると、突然夏葉さんの頭の中に声が響いた。あれはまだあるぞ。あの面飾りはまだあの家にあるぞ。突然のことで受け止めきれない。夏葉さんは戸惑いながらもそのメッセージを土井くんに伝えることにした。
自宅、会社、事務所、倉庫をよく探してみて。あのお面、まだあるから。そう言われて土井くんは怪訝な顔をした。当然だ。夏葉さんにもわからないものが土井くんにわかるはずがない。わかった。一応いろいろ探してみるよ。戸惑うようにそう答えると彼はそそくさと帰っていった。しかし、別れてから1時間としないうちに彼から電話がかかってきた。今、マンションに帰ってきたんだけどさ、うちの母さんがあのお面と話をしてるんだよ。声が震えていた。引っ越しの荷物に入っていなかったのにさ、だってずっと前に捨てたんだぜ。それがなんで今さら出てきたんだ。お前さっき変なこと言ってたけど何か知ってたのか。知っているわけがない。ただそんな気がしたからだと、そう答えた。言い知れない不安がこみ上げてくる。全身に寒気が走った。震えが止まらない。土井くんにそう伝えると、彼もすごく怖いと返してきた。電話口で早く面飾りを取り上げた方がいいとだけ伝えて電話を切った。その深夜にまた土井くんから電話が入った。あれからちょっと目を離した隙に母親が面飾りを持ったまま外へ出て行き、追いかけたけれども、マンションの前でダンプカーにはねられて即死だったと伝えられた。あまりのことにかける言葉も見つからない。しかし、不謹慎とは思いつつも、夏葉さんは面飾りはどうなったかと尋ねた。お面はお母さんの血で真っ赤に染まってて、もう洗っても落ちないから、そのまま流しに置いてある。悪いこと言わないから、落ち着いたら神社とかに持っていくといいよ。いや、やっぱりこれは家に飾っておくよ。親父が間違ってたんだ。土井くんは心なしか明るい声でそう言って電話を切った。夏葉さんはあの面飾りに関わるのが怖かったこともあり、自然と土井くんとは疎遠になった。彼からは連絡も一切来ないままだ。しかし最後に土井くんと会ってから5年後に、突然死した友人の葬儀で面飾りの噂を聞いた。亡くなった友人があの時一緒に見に行った一人だったこともあり、結びつけたくはないが関係を疑ってしまう。共通の友人たちの話によると、土井くんの弟夫婦とその子供が3年前に自動車事故で全員亡くなっているとのことだった。さらにそれから1年後に土井くん自身も投身自殺でこの世を去っていた。それでね、その話をしてくれた友人も翌年には急性の白血病で亡くなってしまって、もうあの面飾りのことを知っている友人は私ともう一人だけになってしまいました。さらにその一人も今は入院中で、もう病院から出てこられる見込みはないのだという。